ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマは、かつて栄えたシリーズ、ポツンと一軒家。今回は滋賀県多賀町の大杉町を旅します。町は大杉川に沿って金運寺を中心に展開しています。町のどこをとっても大杉川が借景に入る美しい集落です。ただ無住の家屋が目立つのは、集落の先どこにも抜けられない地形上の問題がある。加えて集落に通じる県道も、犬神ダムの先は道が狭く、冬季は通行止めとなるようである。東近江市の万所を経て県道を北上しやってきたのだが、道は落石が多く、何度も引き返そうかと思案したほどである。そんな大杉集落であるが、現在の人口は45人と聞く。その大杉集落にかつて大杉院という病院があった。今も大杉川を見下ろす高台にかつての診療所が半ば朽ちかけてはいるが現存する。全国各地の寂れた集落を旅しているが、病院を見るのは珍しい。村人たちを100年以上診察してきた唯一の診療所、大杉院は過疎化が進む中、1995年に院長の大杉さんが亡くなり閉院しました。それでも村の人たちが今なおこの場所を大切に残すのには理由があります。腹を壊した、二日酔いで頭が痛い、また病気とは言えない、仕事の悩みまで。大杉院長は住民たちのどんな相談にも乗ってあげたそうです。人情味のある温かい人でしたと、今も院長を懐かしんでおられます。夜中の2時に先生を起こして、先生、何とかしてくれよと困らした思いでもあると語ってくれました。今ここに残る住民たちの誰もが先生にお世話になった。診療所は閉鎖され、もう先生を困らせることもできないが、せめて建物だけは維持管理しておけば。この高台から今も住民たちを見守っていてくれると信じていたい。かつて栄えた村があった。町から人々は去り、家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら待ちわびている。ここで一緒に暮らしたあの人たちが、いつ帰ってきてもいいように耐える姿がけなげだ。
いずれは朽ち果て、草木に飲み込まれていく運命か。まさかこんな日がやってくるとは、誰も想像だにできなかった。不自由な生活の中で、それでも懸命に生きていく。かつては賑やかだった、あの頃を覚えている人も、いずれは誰もいなくなるのだろう。この村で過ごした、かけがえのない日々、友情や絆、思い出など、それらも伝えられることもなく消えていく。すべてが懐かしい思い出だが、人が消えれば、そうした記憶もかすれていくのは仕方のないことか。ふるさとを離れて、今思う、子供の頃の思い出。なお文と画像は関係ありません。学校まで4キロの道のりを、雨、風の日、来る日も来る。ひたすら学校へ通った。山道は動物の出没に怯えて、駆け足で通り過ぎる日々。いつまでこんなことをやってるのか。なんでこんなところで。どうして私だけがこんな山の中に生を受けたのか。先祖を恨みました。明け方、吐く息で布団は凍っていた。いつも通り朝6時に起きて、窓の外を見れば、つららが輝いていた。家を出た時は、一面の銀世界だったのに、峠を下ると、麓の集落に雪はなく、暖かな日の光が、私を包んでくれた。集落のバス停のところで先輩たちと待ち合わせ。先輩たちは今日はやけに寒いと話していた。私の体はほてって汗がにじんでいた。先輩たちの集落までは街灯がついているのに、私にとって一番必要な峠に電灯はついてない。その代わり
熊よけの鈴があちこちに立っている。学校で一番欲しいものと聞かれて街灯と言ったらみんなに笑われた。先生も笑っていた。懐中電灯の電池は切れていて、お父に頼んだけど、町まで行かないと電池は売ってない。今度行ったら買ってくると約束してくれたけど、そもそも町に行くバスが廃止してしまい、懐中電灯が活躍する見込みはない。みんな私の苦労を分かってくれない。クラブ活動で遅くなると、家に着く頃はもう真っ暗に。同じスタートラインに立っていても、私にはハンデがある。公平、平等、そんな言葉は私にはない。しかしその学校も今は消えてなくなった。私が卒業と同時に、周りの人たちはみんな卒業まで学校があってよかったと言うけど、どうせなくなるならもっと早くなくなればあんなに苦労することもなかったのに。とにかく早くここを出たかった。最後までご覧いただき、ありがとうございます。